かつて大いなる計画があった。この星をアポフィスという名の巨大な隕石によって浄化する壮大な計画が。だが邪魔立てする者がいた。ニコラス・レインだ。たった一つのボタンが全てを変えた。全アークが浮上し、エコポットが地に落ちた。早すぎたのだ。この不毛の大地で息を吹き返す新たな生命のサイクル、我らの新たな人類の礎となるはずだった。計画は愚民どもによって妨害された。傲慢な民に脆弱な旧人類どもの浄化は阻まれたのだ。救済は愚かにも拒まれた。奴らは種の未来よりも自分たちを選んだのだ。なんたら傲慢。我らは敗北したと、ウジ虫どもはそう思い込んだ。だが我らは行動を続けた。奴らのくだらぬ小競り合い、無意味な縄張り争い、そんな幼稚で無駄な営みを横目に、我らは力をつけた。科学が、知識が、全て揃った。目的はただ一つのみ、下等生物どもの塔だ。人類再生だ。防衛線を突破せよ。さあ奪え巨獣区を、そしてアークを。旧人類の巨獣区と街を焼き払え。今宵記念すべき浄化の幕が上がる。今宵オーソリティが復活を遂げるのだ。モタモタしてるからだよ、ウォーカー。リリー、フローリーおばさんの娘。ここバインランドで俺たちは共に育った。ああ、俺は孤児、親はいない。でも敵はまだこんなもんじゃない。今回のは相当ヤバいよ。なるほど、じゃあ一応やってやるか。やばかった。全然数えてられないね。計算が苦手だしね。ウォーカー、中庭に来い。早くしろ。向かってます。リリーも一緒です。ガージーが他の居住区に警告しに行った。知らせないと。やばそうだな。早く逃げないと。やばい。おいおい、レンジャーだ。ただのレンジャーじゃない、ジャージーだよ。頭を食いちぎった。あれじゃ蘇生は無理だ。もう俺しかいない。俺があのアーマーを切る。
レンジャー装備に手を出したらママはマジでキレるよ。ああ、中にまだジャージーの体が。だけどもうこれしかない。あ、やった、これすげえよ。庭に来いだって、早く。ママって絶対にあんたにアーマーを着せようとしなかったよね。なんでだろう。羨ましいか。そりゃ決まってるでしょ。あんなクソムカつくナノトライトさえなければ絶対私が最年少レンジャーだったんだから。射撃手が足りないぞ。負傷者を前線から連れ出せ。すぐ。もう弾切れになるぞ。早く取ってこい。行け行け。おい、レンジャーチャージを探してこい。フローリーおばさん、戦争の英雄で憧れのレンジャーだ。特にリリーには。孤児の俺を引き取ってくれた。俺にとっては最高に生かした母親だな。報告します。来い。ジャージーのアーマー、彼は死にました。彼のアーマーを装着するなら彼の任務を遂行しろ。なんだあれ。あんなでかいのは初めて。格好の的だ。死んだはずだ、クロス将軍。撃たれた。第一世代だけ残せ、他は皆殺しだ。クロス将軍、オーソリティの凶悪なリーダー。小さい頃に昔死んだと聞かされてたが、おばさんはこいつがクロスだと言ってる。もしそうなら今止めなきゃならない。組んだ。これは命令だぞ。電気ショックを使うぞ。行くぞ。待て、ちょばっ。うわあ、くそ。目覚めてたのに。あんたはね。でもそのアーマーに必要だったの。これで全員かよ。ここにいるだけなのか。生存者は約20人。今は瓦礫を掘ってる。おばさんが
クロス将軍に奴が知ってる。殺された。絶対に奴らを止める。で、俺があのクソ野郎にインドを渡してやる。まさかオーソリティが復活するなんてありえねえよな。でも俺たちで何とかしねえと。何とかするって言ってもママはもういない。待てよ、ファイルとかログが確かプレシディオにあったはず。プレシディオだって？本気？レンジャーしか入れないんだよ。俺がいる。ここにレンジャーがいる。マジで？マジかよ。何か用意してくれてるといいんだが。残したサプライズを拝見するか。セキュリティスキャン完了。こちらアーク 401A。 つまりこの妙な穴に手を入れて幸運を祈れってか。ダメ元だ。シミュレーションルームにようこそ。ここではアークウェポンと ID アクセッションの効率的な使用法を学ぶことができます。 ID アクセッション、ダッシュのインストールに成功しました。ダッシュアクセッションがあると回避能力が上がり、攻撃が命中しづらくなります。もう一回。いいです。ダッシュアクセッション訓練は以上で完了となります。噛みつきやがった。死んだおばさんから指示を受けるなんてな。 ID アクセッションを手に入れたら。だがまだある。他にもアークが存在する。探すんだ。各アークにはオーソリティとの戦いに役立つリソースが入ってる。でも一人じゃ無理だ。助けがいる。リリーが生きてるならあの子の力が不可欠だ。
味方はまだいる。伝説になった者たちがな、オーソリティ戦争の終わり頃、レジスタンスの仲間たちと後にプロジェクトダガーと呼ばれる活動を始めた。オーソリティが終わらせるはずだった。永遠にオーソリティに勝ちはしたが、あっさりいなくなるとは思えなかった。それだけじゃない、クロス将軍が厄介な技術を手に入れたとの情報をつかんだ。永遠の命をな。バインランドが外と交流を断ち、プロジェクトダガーは消滅した。だが私と他の初代3人のダガーは決して諦めなかった。まずはガンバレルのジョン・マーシャル、タフで気真面目な老兵、オーソリティとの戦闘を指揮した男だ。彼は科学と情報の重要性を誰よりも理解している。ジョンの技術があれば隠密行動ができるはず。2人目、ウェルスプリングのルーサム・ヘイガー、英雄ダン・ヘイガーの娘だ。ゲリラ兵士からウェイストランド最大の町の市長になった女だ。彼女が持っている軍用車両が絶対に必要になるだろう。最後にアントン・クワシル博士、元オーソリティの科学者にしてレジスタンス、ナノドライトテクノロジーとミューテーションの天才だ。その技術はプロジェクトダガーの基盤になっている。知りたいことは山ほどあるだろう。お前のレンジャーアーマー CPU にはそれらの疑問に答えてくれるログが入ってる。幸運を祈る。レンジャーモーカー。マジかよ、面倒ごと全部俺にぶん投げて自分は安らかに眠るつもりだとはね、おばさん。あとは俺次第ってことか。リリー、オーソリティを止めるためにプロジェクトダガーに関わる3人を見つけなきゃならない。ジョン・マーシャル、クバシル博士、ルーサム・ヘイガーだ。かなり難しいね。ああ、君の母さんはあの世でも相変わらずみたいだ。ちょっとデリカシー。悪い、リリー。でも、ウェイストランドに旅立つ準備はできた。ちょうどいいやつがあるかも。こっちに来て。なんかあったか？そうだね。プロジェクトなら山ほどあるんだけど、あんたが手伝ってくれたらスタートできるよ。どれもあんたにとって重要なものになるはずさ。でもまずは乗り物だね。フノートもフェニックスも準備 OK だ。私たちやんなきゃいけないことが山ほどあるよ。あんたはもっと強くなる。私はバインランドを何とかしないと。ダガーの3人も何かと引き換えに力になってくれるかも。出なきゃオーソリティにはかなわないはず。そうだな。よし、行ってくる。外は危ないから気をつけて。ひどいことはしちゃダメだよ。あんたはもうレンジャーなんだから、レンジャーらしくね。ああ、それとガンバレルのジョン・マーシャルが一番近いダガーだ。そこから始めたら。気をつけて、あんたが必要なんだから。これは新人レンジャーさん。私はフェニックス。見た目もいいけど走りも最高ですよ。待ってますからね。お前強そうだな。汚れ役をやりに来たんだろう。200匹ほどミュータントを始末してくれないか。仕事はいい。ジョン・マーシャルに会いたい。ちょうどマーシャルが腕利きの戦士を探してるんだよ。ガンバレルはミュータントのせいで問題山積みでな。
これを片付けるまで他に何もできやしない。ああ、片付けよう。で、彼はどこだ？ダッドプライマーバーにいる。いつもあの酒場だよ。見ればわかる。年寄りで傷跡があって、生かしてて。義足に義眼、擬態と生身が半々って感じさ。行ってみる。なあ、あの半分ロボ野郎に勧められても、スライムボケるチミちゃんがだけはやめとけよ。道の真ん中で内臓ごとぶちまけることになるぞ。それはガセネタだろう。お願い、一口でいいから。ダメだ、ちゃんとした情報じゃない限り酒はなしだ。本当なんだってば、マーシャル。バインランドがやられたの。はいはい、凶悪ハイテクミュータントにやられたって、バカを言うな。またタタ酒を飲みたいだけなんだろ。そいつは本当だ。ほらね、だから言ったでしょ。一気に飲むなよ、レンジャーか。レンジャーなんて随分久しぶりだな。ジョン・マーシャル、伝説のレジスタンス、英雄だ。武勇伝は数知れない。正直もっと威厳があると思ってたが。何があった？バインランドの守りは鉄壁だ。そのはずだった。だがダメだった。オーソリティが来るとは。復活したか。プロジェクトダガーのことで来たな。だがな、ここもミュータントが悪さしてる。奴ら動力タービンを詰まらせやがった。誰かが見てくれるといいんだが。それでダガーを稼働できるなら何を殺しゃいいんだ？話が早い。流れ物を何人も送り込んだが全員やられた。すぐに済む。マーシャルに言われてきたか。今週もう3人目だよ。前の奴らよりマシなんだろうね。昔の下水道に地下水が流れていてな、それをタービン発電機につなげたんだ。これでこの町は完全に自立した。独自の動力源があるんだからな。市場を牛耳る商人からフェルトライトを買う必要もない。母なる自然の恵みだな。うまくいってるのか？ああ、もちろんたまにトラブルもある。ミュータントが出てタービンを目詰まりさせるとかな。だがそれ以外はうまくいってる。独自の動力源だ。それにもしもの時には鉄砲玉を雇えばいい。鉄砲玉って俺のことか？まさか。君はレンジャーだ。他とは完全に格が違う。その辺の区別はついてる。確認しただけだ、マーシャル。念のためだ。なあマーシャル、下にアークがあるって知ってたか？ああ、あれか。もしかしたら君のナノトライトで開けるんじゃないか。ちょっと試し。セキュリティスキャンを実行してください。セキュリティスキャン完了。こちらアーク 402A。 アークテックショットガン、すっげえ。ホロログで見たやつだ。単一のスラグ弾となり、強烈なノックバックを与えられます。いいです。シーケンス完了。コンバットショットガンのオーバードライブを敵に使用してみましょう。
ついてるな。タービンに着いた。確かにミュータントの汚らしい粘液で詰まってるな。ミュータントの巣窟のど真ん中まで無事にたどり着けるとはな。よくやった。あとは蓋を見つけて開けるだけでいい。そうすれば流れで詰まりが取れる。本社の声だめよりきついよ。大丈夫、すぐに出られる。そこに古いエレベーターがある。私の兵器庫につながってる。プロジェクトだが、あれは特筆すべき計画だ。私とクバシュ博士、ウーサム・ヘイガー、そしてバインランドのプローリー軍曹。プローリー軍曹は知っているな。育ての親だ。立派な殺戮マシンにしてくれた。なるほど。君には何か特別なものがある。君を鍛えたプローリーが最強の戦士だからだろう。だが死んだ。おばさんは襲撃でやられた。そうか。それで君がプローリーの代理としてここに来たというわけか。絶対にオーソリティを潰してみせる。そうだな。君、名は何という？ウォーカーだ。ウォーカーか。目的を忘れるんじゃないぞ。レンジャーウォーカー、よく来たな。話そう。これが私の兵器庫だ。まあ作戦基地だな。ここでプロジェクトダガーに取り掛かろう。動力が復旧したことだし、手を貸してもらいたいことが他にもあってな。だと思ったよ。ウォーカー、このプロジェクトは君にとっても益がある。ダガーを準備している間に君は非常事態に備えてパワーアップした方がいい。プロジェクトダガーの内容を聞いてるか。君は戦車でオーソリティ本拠地に突入することになる。そしてナノトライトの殺人カクテルを親玉にぶち込まなきゃいけない。クロス将軍にな。面白そうだ。じゃあ早速取り掛かろう。頼んだぞ。必要な時はコムボックスで連絡する。